旧高鉄路、メトロキャメル電車は、旧高鉄路講師が1980年に導入した、交流金後継電車。工述の延命回収により通勤系電車となった。単に東鉄線列車とも呼ばれる。旧高鉄路と香港鉄路の運営統合により、全車が港鉄へ貸し出される形で、東鉄線にて運用されている。俗に更新前は、 電気化汽車、汽車、更新後は、中期更新電車略して、更新列車、MLR、または、ハエ島と呼ばれている。新型車両の増備に伴い2020から21年までに、全編成が置き換えられる予定である。1978年に開始された東、鉄線電化工事に合わせて、旧鉄が、 イギリスのメトロキャメルより2回合計で3両ユニット61本を輸入。この均衡計3094電車により電化を行う計画であった。その際のエピソードとして一部の車両は香港に輸送後、当時は香港地下鉄であった急流湾車両基地にて組み立てが行われ、その後完成した車両をコンテナ車で急行鉄路急流貨物ヤードへ輸送した。 乗客増加に合わせて旧鉄は1986年に3両ユニット25本を、さらに1990年に6両ユニット17本の電車を増備した。導入当初は、車内電源用の蓄電池を搭載していなかったため、デッドセクション通過時に、車内の照明が消えていた。その後旧鉄は、車内電源システムを改め、デッドセクション通過時には、電源が、 蓄電池からにに切り替わるようになった2007年12月2日に港鉄と旧鉄が運営統合を行うと旧鉄の車両はすべて港鉄に貸し出す形で運用され港鉄が整備や清掃などを行っているが車両自体の所有権は以前として旧鉄が持っている本形式は MTR で唯一改正ブレーキを搭載していない 車体更新前の外観通勤化改造後の車内、頭当社導入当初は、座席はクロスシートで網棚と便所が設置されていた。しかし、深海東部と北部が急激に発展、人口が大幅に増加すると、鉄道の需要も増加していった。このため旧鉄は、幾度も車両の改修に迫られ、その中には、座席の削減と便所の撤去も含まれた。 1991年2月から12月にかけて3両ユニット35本が順番にアコモ改造工事を受けた。改造内容は以下の通り。1998年になるとすべての車両の延命更新工事がメトロキャメルを買収したフランスアルストムによって行われアコモデーションの徹底的な更新がなされた。普通車は片側3扉であったものを 片側後扉にし、頭当社は片側に扉にし、座席数を72席に増加。圧作空気式の自動扉を電動式に、普通車は以前クロスシートであったものをロングシートに改造、近郊型から完全に通勤型へ改造された。この延命更新は2001年秋までにすべて終了している。また、通勤化改造と並行して、 制御方式を低圧タップ切り替え制御から GTO サイリス体操制御に変更している。旧鉄は2005年6月より列車に液晶モニターを設置しニュースの配信サービスを行っている。旧鉄は2005年8月に車両用 SIV 補助インバーターの入札を行い、カブス南車時代が落札。南車時代が TGF27 型補助インバーターを納入。 総額は3500万人民円であった。港鉄がすでに全車両に取り付けていた列車情報監視装置の取り付け。港鉄がすでに交換済みであった自動扉のゴムを交換、各種ステッカーの貼り替え、自動放送の旧鉄式から港鉄式への更新が行われた。ありがとうございます。